はいはい、皆様こんばんは、小田誠です。皆様本日はいかがお過ごしでしたでしょうか。というわけでですね、まさかのマスタングマイクロプラスが出たということでですね、なんかねうすうすそんな気はしてたんですよ。何せねこのマスタングマイクロね、こちらがですね若干ねアマゾンで安売りされてたんですよ。今となってはですねもうそこまで安くはなかったんですけれども、前ねちょっと安かったですよね。前のセールで出ててちょっと安かったので、まあね買うかどうか悩んでて、でも買うにしてもなんか私ちょっと今のところ使い道がなくてですね、まだこう保留してたんですけれども、そしたらですね、なんといつの間にかですよ、2じゃないですか、プラスが出るということでですね、まあでもこの液晶のないのが良かったところっていうのもあったんですけどね。私個人的に液晶がない方がちょっとアナログ感があって LED の色でしか判別できなかったんですけれども、そんなに別にだってね求めないじゃないですか。だからそれで良かったんですけれども、まあですねこれですね、いろいろできちゃうようになりましたと。いろいろできるってことはですね、選択肢が多いとですね人って迷うんすよねそれがいいことだと思うんですけれども、やっぱり選択肢っていうのは削っていかないとですね、削っていって方向性を見つけていかないとどんどんですね時間だけが過ぎていくのでね、本当に。でまあこうね、ちょっとデザイン的なところを見ていきましょうか。まずですね、真ん中に大きなノブがありますと。前回のやつはですね真ん中に大きなノブがありましたね、前回のもというわけですね、前回のも今回の真ん中に大きなノブがありまして、こう折りたためますと。で前回のと同じような感じの折りたたみで、ほんと前回のやつにまんま、液晶がついてサイドがちょっと変わったのかな。このセーブボタンとですね Bluetooth とオンオフがあるんですけれども、こっちは左側を見るとかはできひんのかな。左を見たり右を見たりとかっていうのはちょっとできないのかな。まあもうないんですね、マスタングマイクロ。もう廃盤になっちゃったんですわ。まあね、この、多分まあ一緒でしょ。ほぼほぼ操作的なものに関してはそこまで違いはないんじゃないですかね。サイドが、だってこっち側がこんな感じでしょ。タップ、モデファイ、EQ、プリセットということです。ここから見る限り、アンプ EQ、エフェクト、モデファイって感じだったんですね。それが、まあ、このような感じになりましたということでですね、ちょっと映像の方もですね、ございますので、見ていきましょうか。で今回からね、こうさっき iPad を使ってましたけど、 iPad でできるということで操作がですね、 iPad 越しに。でこれもフリードマンが入っちゃってんすよね。そんな贅沢、そんな贅沢しちゃダメですよね。でもここ最近何なんでしょうね、あのフリードマンだけを入れたがる傾向っていうんですか、ありますよねそういうところ。でしかもボグナーもなぜかウーバーシャルが最近よく入ってたりね、エクスタシーはないのにウーバーシャルが入ってたりとかするんですけれども、いやちなみにこれ皆さん用途どんな感じですか。あのちょっとした時に弾きたかったりとかね、猫の毛が口に入った、ちょっとした弾きたい時じゃないですか。結構こんな本格的、やっぱでも本格的にでも使えますよってことですね。まあこれだけでももうレコーディングいけんじゃないのって思わせるぐらいの、しかも100個もプリセットですよ。1から50までたどり着くのも結構大変じゃないですか。でジャムセッションに必要なものは全て入れれますということですね。まあ確かにそうですね。でもなんか普通のケーブルさせるところも欲しいなって思うんですよ。いいっすね。やっぱり、いいっすね。いいじゃないですか。あ、EQ は決まってるけど、それでカーブを選べるって感じなんですね。まあ、すごい。こんなんもできるんや。場所変えたり。バッテリー4時間持つらしいですよ。で、しかもタイプ C ですね。タイプ C っていうのがまたいいっすね。なんかね、マイクロ USB とかだったら慣れてましたけれどもね。まあ、前回のがタイプ C だったので。いいじゃないですか。てかもうなんか何なんでしょうね、もう今このサイズでフラクタル級の音が出たりするじゃないですか。いや本当にいい時代っすよね。スーパーイージーですからねスーパーイージーですからね、自分で試してみてくださいと。で今後のビデオも楽しみと。フェンダーってめちゃめちゃ頑張ってますよね、こういうところ。まあ入れっぱなしにしとく分にはやっぱりいいっすね。で、まあ、前、1個前のやつでも良かったんですけれども、十分。今回のもこれはこれでいいかもしれないですね。まあ、ただ、求めすぎてですね。まあ、私ですね、この1個前のやつでどう使いたかったかと申しますと、その、欲しい楽器があるときに楽器屋の思想で使おうかなと思ってたんですよ。やっぱり、あるアンプあるアンプでやると、その今の楽器と違うものが欲しいのに、なんか多分ね、似たような傾向のものを選んじゃってる気がするんですよ。
なんでそれをちょっと避けたくて、であと楽器の音、部屋の感じとか部屋の鳴りとかを全部シャットアウトしたかったんですよ、楽器屋の思想の際にもですね。でいいんじゃないんかなと思って、まあフェンダーのか何でしたフラッグシップ東京でこれで弾かせていただいて、あこの思想方法いいなと思ってですね、それでいいなと思ってたのでいいと思ってたんですけれども、まあこういう風に液晶がついたということでですね、まあそれはそれでいいですね。だから突き詰めちゃうとこっちはこっちのキャラクターをですね、キャラクターが出てきそうな気がしてですね、それはそれでまた大変な感じになっちゃうんですよ。でですね、マスタングマイクロプラスはプレイヤーが愛するマスタングマイクロに新たな機能とサウンドを搭載し、さらなる進化を遂げた、超小型のパーソナルギターアンプですということでですね、25種類のアンプモデルと25種類のエフェクトモデルを内蔵し、フェンダートーンアップに対応した編集と保存が可能な100のプリセットスロット内蔵チューナーディスプレイをご用意していますと。いつかこのディスプレイもねフルカラーになっちゃう日が来るんでしょうね、きっと。まあもうなってるやつがあるかもしれないですね、知らないだけで。でですね、マスタングマイクロプラスにはお気に入りの曲に合わせてセッションするのに必要な機能が全て内蔵されています。マスタングマイクロプラスをギターのジャックに接続し、イヤホンやヘッドホンを接続するだけで、あらかじめ用意された極上のファクトリープリセットの中から好きなサウンドを選んでみましょう。さらに、Bluetooth オーディオストリーミング機能を搭載しているので、お気に入りの曲やビデオに合わせてリアルタイムでジャムセッションを楽しむことが可能ですと。クリーンからハイゲインまで幅広いトーンを実現する25種のアンプモデル、パラメーターの調節が可能な25種類のエフェクト、内蔵ディスプレイ、チューナー内蔵、100種類のプリセット保存可能、Bluetooth 接続によるトーンフェンダートーンアップ対応、EQ コントロール、Bluetooth 接続でスマートフォンや PC などのデバイスからお気に入りの曲やビデオなどをストリーミングで再生可能と、USB-C 端子で、充電可能なリチウムイオンバッテリー搭載と、これが4時間ですね。4時間連続使用可能。ほとんどのギター、ベースに取り付け可能な可変式ジャックということでですね、これオーディオインターフェースになるとは書いてないですね。あれオーディオインターフェースってなんないんでしたっけ、これって。そういえば書いてないですね。あならないんかもしれないですわ。まあいいんすけどねまあ別にまあそうですね、まあ別にいいんですけれども、でも書いてないの。あれオーディオドライバー、あやっぱりオーディオインターフェースなるような、このドライバーがあるってことはなるんじゃないんですかね。ちょっとジャパンオーナーズマニュアルのちょっとジャパンを見ていきましょうか。はい、ということでですね、こうね、Bluetooth では、まあ、使えるという、Bluetooth のから ここに飛ばしてですね、こっち側に iPhone からこっちに飛ばして使うことができますと。で、また、そっちでですね、音作りも可能ですというのはわかるんですが、最近のこの手にあるですね、オーディオインターフェース機能があるのかどうかは、ちょっととりあえずアンプモデルがアコースティックシミュレーターもついてると。で、チューブプリアンプ。で、スタジオプリアンプ。あと何でしょうね、気になるの。あ、やっぱこれ僕のあのウーバーシャルですね、これは完全に。まあ、これがあればもう、とあとまあ EVH がありましたからね、 EVH 見えましたもんね、さっきくらいですかね、気になるところは。で電源ボタンとプリセット保存とインターフェース機能があるのかな。録音、あ USB ケーブルを使って Mac または PC での USB ポート本体にジャック接続することにより、一応録音もいや、インターフェース機能もありますね。で Apple のコンピューターに接続するには外部デバイスは不要です。 Windows USB 録音に不明な点がある場合は、まあ、接続されたアンプセクションにアクセスしてくださいということでですね、Apple コンピューターに接続するには外部デバイスは不要ですということなんでですね、これ直接挿すだけでもできちゃうということでですね、まあ、インターフェース機能も書いてなかった、先はそこには書いてなかったんですけれども、ちゃんとこちらにも搭載されているということでですね、まあこれ一つあればもう録音までいけちゃいますからね。昔なんかもうほんと全部を個別に買わなきゃいけなかったのに、これ一つで完結するという、非常に素晴らしいですね。でお値段の方がですね、なんと在庫はありませんけれども、あ、これこっちにも載ってたんじゃなかったっけ、俺な。完全に見失ったな。完全に見失ったけど。ガマスタングマイクロプラスね。さっきまで読んでたページが。23,100 円ですね。23,100 円ということでですね。まあ、高いような安いようなですけども、さっきのボスのディレイに比べたらですね、さっきのボスのディレイでは、私がレンズぐらい撮ってるだけであってですね。皆さんのからすると、1日前のディレイに比べたら安いので、まあ、どっちがいいかってなったらこっちの方がいいですよね。でですね、さらにこの USB のところから使えば、とかですね、なんかまあ、海外日記がですね、また上げてくれると思うんです。そのうちこの沸騰コントローラーで沸騰コントロールする方法みたいなやつとかですね、上げてくれるかと思いますので、またそれはそれでですね、ちょっと面白そうですね。なんでまあ今買うならこっちでもいいんじゃないかなと。でもまあ、1個前のやつが安く手に入るんなら1個前のやつでもいいのかなと私自身は思いますね。1個前のやつでも全然十分だったんですよ。まあでもこっちの方がより本格的な
音作りができるのかなって考えたら、まあ、しかも2万3000円でマルチエフェクターも入って、アンプシミュレーターも入ってて、インターフェースも入ってるって考えたらね、全然いいんじゃないですかね。ということでですね、まあ、しかもフェンダーロゴありますからね、でもフェンダーロゴは前回のもあるんでね、いいんですよね。いや、いいんですよねとかじゃないですよ。でも下手したら5150ってもしかして前のやつから入ってた？そう、思想ってこういう音でいいじゃないですか、思想するときって。と、まあ、あと自分の得意な音色でちょっと弾かせて、弾きやすいかなとかね、やれたらいいだけなんで。はい、ということで見ていかせていただきましたね。1個前の方もまあいいですよね。1個前のもいいんですけどね、やっぱ新しいやつもいいですね。なんで買うなら、まあこっちこっ、あーでも1個前のもいいな。なんも画面のない良さってわかります？あの紐のない靴みたいな、靴あるじゃないですか、シューズね。あれ紐ないやつ私好きなんですよ。めんどくさいじゃないですか紐って。紐ない方が好きなんですよ。それと似たような感じで調節ができたりする分めんどくさくなるじゃないですか。そこがねやっぱりポイントでですね、これね、紐がない靴のと同様、液晶のないね、このタイプのアンプラグタイプっていうんですか、プラグタイプアンプシミュレーターね。だからそれはそれで兄なんですよね。というわけでですね、本日の動画がよろしければですね、ぜひともチャンネル登録と高評価の方よろしくお願いいたします。あとですね、X と Instagram の方もやらせていただいておりますので、ぜひとも合わせてフォローの方もよろしくお願いいたします。それではですね、次の動画でお会いしましょう。